日本関東地方茨城県筑波未来市、足高足高は茨城県筑波未来市にある地名。郵便番号は300-231号。筑波未来市の東部に位置する。地域内は古くより存在する住宅や樹林、農地が中心となっている地域である。また、地域は3つに分裂しており、住宅や筑波未来市立東小学校があり、中心となる、第一部と、 東,立山を挟んで東、上中を挟んで南にある、それぞれ農地を中心とした定地部で構成される。また、東の定地部の中央には、茨城県道2 1十号、谷田部富士予選が通っている。それぞれ、東は、東、立山、龍ヶ崎市、長米新田町、北は、神瀬、西は伊丹、上獣に行った、南は、鳥出市浜田と接している。 東の飛び地の北から東にかけては、牛久沼に接しており、茨城県道2 1 5号、八田部富士予選を進み、牛久沼の再建橋を越えた先は、つくば市区木崎地域へと続いている。牛久沼は、龍ヶ崎市行きであるが、龍ヶ崎市に行くには、取出市を通過せずには行くことができない。2017年8月1日現在の世帯数と、 人口は以下の通りである。JR 常磐線藤代駅と首都圏、新都市鉄道筑波エクスプレス緑の駅をつなぐ路線バスと筑波未来市、コミュニティバス、未来号が地域内を走っている。地域内には上中停留所がある。地域内には上中倉庫前と東小学校前の二つの停留所がある。足高をはじめとした東地域は、 つくば未来市の他の地域とは異なり、つくばエクスプレスの駅や常磐線取り出駅が最寄り駅ではなく、藤代駅もしくは龍ヶ崎市駅が最寄り駅となる。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。